今その役割を意識した瞬間にこのブルーの声が出始めたんです。不思議でしょ、人間本当にやりたいことだけって言ったら余計強くなってとかバイオレットが本当ですね。さあ本日は声診断コーナーです。有機愛美ワールドアカデミー稲井秀人学長が担当するコーナー。これまでに2万人以上の臨床データのある声診断ソフトによりゲストの方の声の波形を読み取りその方の個性と能力を紐解いていきます。本日のゲストは弁護士医学博士そして日本ロークレンズアカデミー副学長の秋山義種先生そしてローフードヨガ指導科日本ロークレンズアカデミー学長の秋山桃子先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、それでは稲井学長よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は楽しみにしておりました、はい、私の方がはい、はい、今からさせていただくのがこれはですね人の声をドレミファソラシドに置き換えるんですね、はあ、そして12色の色と波形で出てきます。でこれによって人に与えている影響とか、はい、あとご自分の内面体の内側がどのように響いているのかを見て自分の心の状態とかで自分のどこのエネルギーが出ているのかっていうのを可視化したものなんですね、はい、もう隠し事はできませんね、でそうですね、まあ、本当に普段の声を取らせていただくんですけどもさあ今日2回目ね出てくださって本当ありがとうございました、はい、前回と今回の違いというかなんかご自分の中の変化とか何かありましたか、うん、そうですね、何か桃子と一緒にいられて幸せと思っていますがその幸せの度合いとかどんな風に変化したか、はい、なんか深みとかどうですかね。そうですね、もう日々何かこう愛が深まっていってる感じがしています。これ12秒ずっと欲しいのでずっと喋ってみてくださいね、はい、僕しばらく黙ってますんで。わかりましたはい、本当に今この地球でこのようにご一緒できていることって奇跡だと思うんですよね。私も桃子と本当に一緒になれたのも奇跡だと思っていますし今一緒にいられる時間このさりげないちょっとした時間こそ本当に幸せなことだなと思ってですね瞬間瞬間を大事にしたいと思って過ごしています。はい、ありがとうございます。このような形で出てくるんですね。はい、いやこれこの間見たのと似てるね。はい、元は私が作ったんです。あ、そうなんだ、はい、そうなんですか。でですねこういう形で体と対応させておりましてでこの赤の部分オレンジの部分イエローの部分胃のあたりグリーンが胸のあたりと、はい、でこれが表に出てる声でそして内側の声これは体のボディの内側が響いてるということなんですね、はい、あやっぱゴールドがすごい秋山先生やっぱり信念の方ですね。そして表のイエローとライムグリーンこれはやはり自己価値が非常に高くてそしてそこに存在するだけでなんか目立っちゃうの。どこにいてもあ先生いらっしゃるってなるタイプなんですよ。そしてレッドも強いのでしっかりと赤の服を着ておられるから余計そうですけどもしっかり地道に現実のこと経済のことお金のこともきちっとできるし自分の存在というのが一つのそうですね存在エネルギーで周りの人にいい影響を与えてますね。ありがとうございます。そして内側なんですが内面の方を見ていきますとエネルギー強いものすごく強いですね。はあ、でこの内側の部分、はい、このネイビーブルーが一番深いところ強いんですがこれが第三の目これ表にはそんなに出してないんですよ。これが見る聞く感じるのところで感じると聞くという能力にすごく優れておられるんですが内面の方では静かに物事を分析したり解析したりでこのバイオレットのところが百円の頭頂部のところですか天とつながる部分であったりとか、はい、あとこのブルーの部分が第二段階に出てきてますね。物事を整理整頓したりいろんな混沌とした事柄をまとめ上げる能力に非常に優れているような気がします。はい、ありがとうございます、はい、それとこのアクアブルーこれが目に見える領域と見えない領域をつなぐところなんですね、はい、ひらめきとかシンクロニシティとか直感とかそういったものが先生の場合は普段は感じさせないようなエネルギー内面にしっかりと持っておられますね。ご自分の感覚はいかがですか。
感覚ですか、はい、こういうふうに言われて、いやなんかすごく腑に落ちる感じがしますね。まあ、やはり、自分もどのある意味それこそ天から役目を与えられて、その時にどの光の通り道になるかという感覚があるんですよね、うん、で、そういう意味では自分がどの場でどの役目を担当させていただくかで、エネルギーを自分でも選択している感覚はありますね。なるほど。で今度表に出てきたのが今度ブルー出てきたでしょ、はい、先ほどの時はブルーも隠れてたんです。ただ本当に普通に感想を喋っていただいた、はい、このブルーは表現とか伝えるなんです、メッセンジャーですね、はい、今その役割を意識した瞬間にこのブルーの声が出始めたんです、不思議でしょ人間って、ね、不思議ですね。意図するとその声が出ちゃうんですよ、はい、これ本当に不思議です。でしかもやっぱりこの赤コーラルレッド出るので、やっぱりねこれ例えばスピリチュアル的なことばっかりされる方ってここの部分が出ずに上の部分のネイビーブルーからバイオレットとかばっかり出るんです。でそれに憧れる方多いけど、ふわ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 してると僕は思ってて、天地人じゃないけど人は天と地をつなぐ役割で人はいると僕は思ってるので、そういう点においてしっかりと地に足を根ざしてる方なんですよ。これ見事ですね。ありがとうございます。マグさんの食の影響もあると思いますけど、いやこれはすごいわ、はい、でやっぱりこのゴールドの部分、これが信念なんです。僕が好きなイチローさんが、ね、テレビで撮った時なんですけど、インタビューゴールドなんです。全くぶれないじゃないですか。そうです、あ声ですね、すごい。何があろうがすっと自分の世界にいる、これ信念。もう何のために生まれてるかみたいなミッションの部分を表すんですね。で後側のこのマゼンタピンク見てください。あとバイオレット、最初の時そう意識してない時よりもこう伝えるっていう話になった時に波形が強くなってきて、わかりますか、だん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 強くなってきた。もう無条件の愛、無償の愛をしっかり内側に秘めてる、ね、ありがとうございます。励まされますね、たくさん。いやすごいなと思って、これいろんな方も結構撮らせていただいたんですけど、多くの方日本人ね、ここが出る方は今多いんですね。だけどその自分の、まあ、愛というか自分の思い、優しさをどう表現していいか分かんない方がいっぱいいるんですよ。自分が自分の力をどう生かしていいかと、ね、先生はそういったことを、このゴールドが強い方っていうのは自分で道を分かられている。である意味こういうゴールドとかイエローが強い方は、ある意味バスダガイドさんね、はい皆さんこちらですよのように道を指し示すとか、そういう役割も結構されると思いますね、はい、ご自分でいかがですか。ありがとうございます、もう私だけではなくですね、存在そのものが存在価値だと思ってるんですね、で存在価値、もう存在だけで存在価値ということで、自己価値を認めるならば、もうそれでみんな幸せに過ごせると思うんですよね。何か人の役に立ったら役に立たなきゃダメだということでもないし、はい、存在だけで大いなる宇宙的価値があるということを私たちが思い出す時期に来てるんではないかなと、そういうことを共有ますますしていけたらなと思っているところです。そうですね、もう今までの中で一番強くなったの分かりますか。このライムグリーン、それからイエローの部分が一番強くなってきた。レッドもこの思いとエネルギーがこのように現れる。これ例えば講演をしたり、ね、声を使ったり動画を使ったり配信するときに思いが乗ったらこんな風になるんですよ。これ相手への伝わり方ですね。はあ、秋山先生がこういう波形ちょっと置いておいて、桃子さんがどういう波形なのか楽しみですね。これが、ね、私はこっちの方が楽しみ。見事に凹凸で多分補い合ってるような気がしますね。はい、はい、楽しみです。さあそれでは後半は桃子先生の声診断に移りたいと思います。稲井、はい、学長よろしくお願いいたします。はい、じゃあ桃子先生よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今ドキムネドキムネしてますね。もう私はなんか緊張感が伝わってるねえ、その意識でもまた何かね、うん、変わりそうですけどね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、まあ、前回に引き続き今回もね、参加してくださいました。ありがとうございました。ありがとうございます。あの時のご自身と、はい、今日のご自身で何か変化とかご自分の中で変わったものとか何かありましたか？はい。
あれが2年前でしたよね。あの時からすると今の方がやっぱり自分の内側、中心軸、静寂な部分に向き合えてる、自分らしく今の方が過ごせてると思っています。なるほど、はい、すごい、この静かな生命エネルギーのレッドだけレッドだけ、さすが判例判別、すごいレッドだけすごいですね、面白い、後でどんどん見ますからね、はい、楽しみです。であれからこう2年経ってご自分の中で自分の夢とか理想とかこうありたいというのはより現実化されてきてるんですか？いや、私って全然こう変化というよりもやっぱりご紹介もしていただいたようにロークレンズという、まあ、自分の中心と向き合う稽古、もうただそれを伝えていきたいっていう、それだけなんですよね。本当になんかシンプルなんだと思います。はい、今ご自分がお好きなものをこれだけなんですよねって言うと、オレンジドン、オレンジは生き生きワクワクドキドキ、本当だ、オレンジだけがなんか飛び出してる、喋り方変えてないじゃないですか、はあ、そうですよね、なのに周波数がこう変化してくる、あ、自分のことだから、生きがいだから、はい、そう、喜びになるとオレンジが結構出る、すごい、じゃあ、いやだから静かだから、うん、こうこれまさしく人への印象なんですね、うん、はい、だから静かな印象、これが秋山先生のこの大きな違い、だから存在の時はオーラがドーンってきてるわけです、うん、でも横に静かにそこに、うん、でもしっかりといてピンポイントでそこでエネルギーで存在してる、本当ですね、なんか判例判別、すごいなこれやっぱり写真撮っても透明に映るわけ、なんか透けたことがありました、本当に、いやこれはねちょっと保存しておいて先々、あ、ほら見るの部分とか、あ、本当だ、そこに分析をしたり整理整頓したり、あと本当にいろんなもの、これ内面お二人よく見てて、ブルーの部分はいろんな混沌としたものを整理整頓したり整ったりするところですね、はいはい、でやる限りはきちっと完璧にやっていこうという方です、非常に真面目にちゃんとやっていきます、はい、そしてこの第三の目、真実を見ていく、はい、物事のその向こうの真理を見ていくわというような部分、はい、そして特に後半のその本当にやりたいことだけって言ったら余計強くなられてた、バイオレットが本当ですね、ね、すごいです、これ内面でこういう動きをしてるんです、人間って、で敏感な方は印象で、あ、なんか変わったって相手が分かる、でも本人だけ分かんない、なるほど、何も書いてないんですけど、はい、でもまさにプラーナですよね、をこれ読み取ってくれてるってことですよね。そうですね、うーん、今こういう私が解説したのをお聞きになってご自分で今どのようにお感じになってますか？でも本当にこのように出るんだなっていうのが今こう可視化されますって言ってくださったけど、リアルに見せていただけて驚いてます。そしてアキさんとのちょっとした同じとことこう違いっていうものに、あら、今度出たのがライムグリーン、なんですか、自己価値の部分というか、はい、私はっていうのが出てきたところ、はい、つまりこの2つで私が解説差し上げて、はい、あ、私ってこうだみたいな自己価値の部分がここなんですね。また出方がねユニーク、そうなんですね、いやこれちょっと保存しておいて先々、はい、いずれ5月以降ちょっと表に出すので、場合によったらこれ典型的な波形です、僕も何万人も見てますけど、珍しい、そうなんですか、非常に珍しいです、珍しい、でアクアブルーとかグリーンとか出てきましたね。今最後の言葉はこの胸のあたり、あのあたりがふわーっとこう解放されてきたり、はいはい、まあ、余裕が生まれたり、はい、これいいスペースが生まれてきた、はい、そういう状態だったかもしれないですね、見せていただいた後だったからかもですね、はい、気持ちが変わったり気分が変わるとこのように変化してきます。表のものよりやっぱりこうやって内側に人間って微細に変化してきてるんですよね、すごい、ここまで可視化されるってね、はい、ご自身が一番お好きなお料理とかされる時とか、はい、そういった時をちょっとイメージしていただいて、自分の内面が料理を作ってる時にご自分を分析すると、はい、どういうふうに自分が動いてますかね。あ、なんかね、ルンルンランランっていうよりもなんか内観瞑想しているような、なんかもう本当に集中していて
無になってるような感じです。ものすごくこう集中していると思います。なるほど。今度グリーンなんですかこれ。はあ、これ珍しい。普通こう喋ると、はい、さっきの秋山先生みたいにああいう風に出るのがほとんどの人なんです、ね。うん、ところがご自分だって同じように喋ってますよね。はい、なのに今のお声は、うん、実はお料理されてる時ね、うん、ものすごくホッとしてるの。ホッとしてるんですか。自分と世界にいて、あ、だからホッとすごい集中力なんですよ料理してると。あ、そしてコーラルレッドとレッドが内側に出てきて、今までで、あ、ここも最初強かったけど、うんうんうん、やっぱ強いでしょう、うんうん、お料理される時心に余裕が生まれ、うん、内観をされて自分と会話をしている。そしてアクアブルー右脳的なイメージがバンバン入ってくる。なるほど。あ、こういうのができたんだみたいなのがこのアクアブルーですね、うんうんうん、あ、すごい芸術家だよね、はい、アクアブルーっていうのは結構アーティストの素質で、人によったらやっぱり表現、お料理が一つの表現なのかもしれませんね。うん、いやー、面白いです。これは面白 い、 面白い、ね、お二人を並べていくと本当に分かりやすいと思いますよ。へ、ね、いやー、もう素晴らしいですね、はい、あのなかなか見れない波形が今回撮れたという。これはちょっと本当に表に公表して、はい、出したいぐらいです。そうですね、今まで一度も出してないんですけど、はい、そうですね、はい、あの吉谷先生のね、はい、精神性と現実に根ざしたこのパワーあふれる波形と、はい、そして桃子先生のこのね、一つ一つのこの色がはっきりとね現れてくるという現象、はい、これ保存版ということで本当にそうですよろしくお願いいたします。はい、さあ、それではあっという間の時間でしたけれども、はい、ぜひまたね、あの、はい、お越しいただければと思っております。はい、本日は本当にありがとうございました。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 はい。